でこの握り方は剣道でですね、この握り方が悪いとなかなか冴えのある打突ができませんので、相手が小手に来たら自分のこの左の拳を額へ持ってきて、このままもう打てば腕はですね動かさなくても、これでしなやかが触れて小さくてもパッとこう打てる、かかり手を鍛えるような気持ちが必要ですね。これがかかり、お互いにも激しく短い時間でお互いの力を全部出し切る、下を見ないでまっすぐ見てないといけないですね。この目付けが大事ですから、こういう足さばきの練習をする場合もまっすぐ円山の目付けという遠い山を見るような目付けでやらないといけないですね。そしてその押し返してくるところを外していて、こういうふうに打っていくわけですね。利用して相手の押し返してくるところを利用して、相手が攻めてくる場合、その攻めに乗ってはいけないんですね。一番基礎的なことは気剣体を一致させる、自分の気持ちと体と剣を一致させる。ここで行く前に剣線を少し立てて裏へ入る、そうすると自分の方が速くしないの幅ぐらい、わずかにこう外して、中心を取れば自分が打てるということになります。これを参考にしてですね、普段のですね、稽古に、生かしていただきたいと思います。しっかり頑張ってもらいたいと思います。